皆さん、こんにちは。おかけ情報客員のジャムジャムです。突然ですが、皆さんはエクソというグループはご存知でしょうか韓国のボアや東方新規や少女時代が所属している SM エンターテイメントから2012年デビューしたボーイズグループです。その頃の韓国では、あの、当時、すでにネットで音楽を聞くことが終了となっていましたので、 あの cd 販売が低迷してていいたたと言われていた時代なんですねでその頃にあエクソーがあのデビュー2年目で12年ぶりのミリオンセラーで大ヒットした人気グループです音楽祭でも4年連続大賞を受賞していて当時のギネスにも認定されていますそしてあのアジアを中心とした、ま、世界でもグローバルで大人気なので 4年前のピョンチャンオリンピックの閉会式でパフォーマンスもしていますガールズプラネット999の,あの課題曲にもなっていてひかるちゃんたちがあのいてたザ・イブ・ゼンヤっていう曲があったりあとニチプワンの方でも課題曲になっていてケイゴくんやきまちゃんがいてたラブ・ミー・ライトの曲などがあります そんなエクソのメンバーの一人のチェン君っていう方がジャムジャムの推しなんですけどエクソのチェンが本日4月25日約18ヶ月の兵器の任務が完了したので本日帰ってきましたお疲れ様でしたと今日はあのハッシュタグでハローアゲインチェンとかウェルカムバックチェンとか ハッシュえっ、ー、とすごいツイートいっぱいたくさんされててあのすごいチェンの画像とかチェンの歌声とかたくさんの方が投稿されてたんですねでそれを見てなんかすごく久しぶりになんかいよいよもうすぐ会えるんだって思ったらなんかすごく幸せな気持ちになりましたチェンはエクソのメインボーカルのうちの一人です すごくあのハイトーンボイスであのすごい声量も大きいんですね。ですごくパワフルで,でメンバー1高い声が出せてメンバー1低い声も出せるのですごくあの音域が広くていろんなジャンルの歌が歌いこなせる感じですね。なのであのバラードですごい聴かせてくれるしロックテイストなあのかっこいい曲も 歌いこなせるのが魅力の一つです。人柄もあのメンバーからはあの一番グループで優しいっていうのによく名前が挙がっているので本当に優しい人なんだなっていうのはあの見ていて感じます。ですごくあの特徴はあのお顔の特徴が目はちょっとつり目で眉毛が下がり眉で で、あの、口角がキュッて上がってるので、すごく似顔絵にも描きやすいような、えっと、顔ですね。なんか、本当なんか見てて癒されるみたいな感じで、そこがちょっとジャムジャム的なツボでもあります。で、あの、そして、あの、ほんとその声がすごく、あの、めっちゃ声量あって、ハイトーンでっていうところなので、あの、 昔韓国のバラエティであで女性のすごく声が高い方の歌を歌いこなせて出演者の皆さんをすごく驚かせた驚かせてたっていうのもあるのでもう本んなんかあのなんだろうそういう歌に定評があってあの韓,国韓国でもあのドラマの OST って言ってあの韓国のドラマでもチェーンが歌ってること結構あるのであのすごく歌の上手いアイドルとして ま認識されてるかなっていう印象がありますそんなエクソの歌声をあの広くたくさんの人に聞いていただけたら嬉しいなって思って今回動画にさせていただきました概要欄にもあのいろいろ貼っておりますのでぜひ聞いてみてくださいそんなエクソの直近スケジュールなんですけど現在韓国の 動画配信サービスのウェブで。エクソの阿弥陀旅。エクソの阿弥陀旅行シーズン3リーが。ご視聴いただけます。で、この実はシーズン1なんですけど。えっと、シーズン1では。あの。チェンと。メンバーのベッキョンと、州民と。えっと、ユニットで組んでる。チェンベク氏が。あの。鳥取旅行。に行かれたんですね。 であの水木しげるロードやあの鳥取砂丘が出てなんかすごくあの身近に感じてめちゃめちゃ楽しかった番組なんですね。それのシーズン3が今メンバー5人で撮ってるのでやっております。で、あのー、他に、えっと、6月にあのエクソンのメンバーチャニョルがあの出演していた映画出演の映画。 えっと「僕の歌が聞こえたら」があの日本の映画館で上映されます。そして、あのー、これはあの確定ではないんですけど SM の年間スケジュールの方でエクソの活動が6月にあるみたいなことが書かれていたのでもしかしたらチェンも今日帰ってきたので6月グループの活動あるんじゃないかなって思って期待しています。もしあの活動 がありましてご興味がありましたらまた動画にさせていただきたいのでよろしくお願いいたしますちょっとまとめベタなあのー、感じになっちゃいましたが最後までご視聴いただきありがとうございましたジャムジャムでしたありがとうございます